女の子のお悩み解決ソリューションズの、花岡雅人です。どうも専務の DJ でございます、はい、ゲストの本田圭介さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやすごい。はい、というわけで、まあ、今回はですね、我々3人で、はい、まあ、皆さんから寄せられた性のお悩みに関して、答えていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。男性大学生です。はい。お互い初めての行為をするとき、こっちからリードした方がいいですか？いやー、まあ、これはまあどう、ね、物議を醸すというか、まあ、難しい問題ですよ、これは。だから別にどちらかとかいうのは別に本来はないはずですけどね。はい。じゃあ本田さんはどう思われます？まず最初に議論しないといけないのは、まず支配するという戦い方をまず選んだわけですよね。おー、支配。だからまあしっかり支配して、まあ、相手の人事で、まあ、チャンスを作っていくっていう。なるほど。なるほど、なるほど。だから相手の陣地で、陣地にとりあえず攻め込むって相手の陣地でチャンスを作るってこと。ああ。だから決めるって大事だよね。なるほど、なるほど。支配するかどうか。で僕は、うん、まあわよくばこう、いいとされたい。あわよくばね、はいはいはい。と思うんですけど、はいはいはい、それは本田さん的にどうなんですかね。いいですよ。おお。僕は最初は。もう最初から相手しっかりリスペクトして逆に攻めさせる方が、うん、攻めさせる方が早く攻めてカウンター狙いでいく方がいいと思う。カウンター狙い。おー、なるほど。あ、だからそこちょっと発想なかったですね。その方がフェアやもん。いや、フェアフェア。だからそういうのをおっしゃってないと思う。いやー、すごい。いや、それだからめちゃくちゃ深い意見よ。男子中学生です。あそこが大きいのでパンツの中で収まりが悪いです。どうしたらいいですか？でも結構でも俺ここでこうやって持ってこうってこう、あ、だからポジション修正したりするポジションの修正、それはやるんですよね、男みんな。こう、もう収まりが悪いってことはもう日々気持ち悪いというかさ。ああ、それはきついね。結構きついイメージですけど、どうすか俺。どうすかね、本田さん。本田さん、あの微妙なところがずれて技術的なミス技術的なミス技術的なミス。なるほど、なるほど、はいはい。で、紙一重なんですけどね。だから本当紙一重なんですけど、その紙一重がいい方向に来ない感じはやっぱりもう不調と言わざるを得ない。なるほど。不調と言わざるを得ない。まあ、ポジションが悪いっていうのは紙一重でめっちゃいい状態でもあるし、紙一重でめちゃくちゃ悪い状態でもあり得るっていう。やっぱ1ミリずれただけですごい変わっちゃうよね。だいぶ新しいけどね。すごいな。すごい。30歳主婦です。お、そろそろ子供が欲しいと思っています。まあ、なるほど、はい。子供を授かるコツとかありますか？まあ運ゲーやと思っちゃいますけどね。まあ運というか、まあ神に授かる、まあ、だから授かり物って言いますから。そう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 。コツとかは多分ないんじゃないですか、ね、これどうですか、ね、どうですか、はい、これで良くも悪くもミスもするんですけど、ミスそっから絶対何か生まれさすみたいな。なるほど。生まれさすミスをミスで終わらせない。なるほど、なるほど、なるほど。乗り越えて、必ず生まれる状態まで持っていく、自分で。なるほど。なるほど。はいはいはい。で、あんま砂漠意識とかよりも、やっぱり、あの、コンビネーションを意識してるんで、コンビネーション。それ以外との絡みを重要視してるなっていう意識が、強い。なるほど。ほどてか、砂漠って言われたの？砂漠って言われたの？砂漠って言われたの？何人か相手してるんかな？砂漠って本田さんによると。確かにそうかもね。もうだって、小夏みたいな言い方。小夏みたいな言い方かも。いやー。最近、彼氏の息子の元気がありません。私との行為に飽きてしまったのでしょうか？なるほど。まあでも、その可能性もありますね、多分。だから、その、あれが絶対興奮できなくなるとかね。まあ、そういうことじゃないですか。これ、本田さんどうすか、これ。多分スランプを研究してる人がいっぱいいて、スランプ、あの室伏さんと話した時に、同じ動きをあの過剰にやってる人、その成分ムーブメントをもうずっと過剰にやり続けてる人はスランプになりやすいって話ですね。おお、つまりだから同じことばっかやった上位ばっかりみたいなね。それあれなんじゃ、プレーがちょっと単調なんじゃん。そういうことやな。だから体位変えるのね、みんな。あ、そうそうそう。なるほど、なるほど、なるほど。彼女といい雰囲気になるんですが、自分の服を脱ぐタイミングが分かりません。どうしたらいいですか？なるほど、なるほど。だからそのナチュラルに裸になるみたいな、ね、はい、いや、これでも結構やっぱテクもいるよね。これやっぱ技術的なものがあるんじゃないですかね。ある気はしますけどね。どうですか？やっぱもう一回全部見てみたいじゃないですか。最初から出したらどうなるのか。最初から出す。最初からの「ウエー!」ってこうどういう反応するのか。なるほど、なるほど。いや、すごいね。あ、斬新すぎるね。いや、もう、もうなんか気合いやな。気合いや、もう気合いやわ、それ。女子大生リスナーです。
彼氏とデートする時の勝負下着はどういうのがいいでしょうか、教えてください。なるほど、はいはい、でもあんまり俺ら気にしてなくない、そんなん。まあそうね、でも大学生とかやったらティーバッグ履いていったら結構もうイチコられたもんよ。でもそれは逆に、うん、こいつやる気満々やんっていう。ああまあ確かに、走ったなさにもつながる。まあ確かに大学生の男走ったなさ好きでしょ。ああ確かに、分からんけど、はいはい。これどうですか、どうですか、さん。僕らじゃ解決できないですねこれ。ねはめに行くっていうことを考えると、あのまあ三枚なんですね。何で三枚？三つを三枚は新しいね。私はガード固いよってことなんですね。なるほどね。脱がしても脱がしても待たないやって、マトリョーシカみたいな感じで、でそれではめに行くんや。はめに行く。すごい。えで？で。それをもう一個防ぐなら、うん、防ぐなら352にして352、がっつりハメに もう1対1みたいになるんで、もうマンツーマンディフェンスみたいな。おお、そう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 、基本だから1対1なら352のパンツ履いていくみたいな。まあそういうことやな、だ352円のパンツ履いていくってこと。40代主婦です。はい、子供に性教育をしようと思うのですが、表現や言い方が難しいです。確かに。どのようなことに気をつけますか。いやー、結構難しい問題ですよね、これもまた。はい、そうだから保険の教科書とかにあるのは、やっぱ受精したら子供ができる。まあそうね、そうそうそう。でこれってなんかすごいミクロな話で、まあなかなか難しいよね、それ今の世の中で。これどうしたいですかね。なんか立場上難しいんですよ、僕がこれ今回一応解説の仕事で来てるでしょ。うん、確かに、はい、難しいですよね。そうほんまこれ旅行で来てたら、うん、批判の嵐。うん、多分放送禁止用語ガンガン使ってたと思うけど、まだ抑えました。抑えたよ、よかったよかったよかった。まあ、本当に使うんやね、だから、うん、いや使って教え込むと結局使うしかない、ね、まあそういうことよ、ね、男子大学生です。彼女に避妊具をつけてほしいと言われますが、こっそり取りたくなるときってないですか。これはもう結構難しい議題ですよ、これ。いろんな回もあるし、やっぱ実際妊娠させちゃうやつらって結構おると思うから、うん、控えた方がいいんじゃないですかね。これどうですかね、本田さん。僕はね、あのね、取ろうと考えたこともあるんですよ。マジですか。マジですか。身内にもね、周りにも取ったらどうかっていうことも言われるし。マジですか。結構それぐらい、めっちゃ取りたいやん。子供を作ることを推奨される。あ、そういうことじゃないですか。そういうことじゃないですか。でも僕が今言ってる主張、うん、要するに任意にするっていうこの主張、ファンが見に来ないと意味ないし。人の命を預かるような資格でもないし、結構預かってると思うんですよ。楽しませてなんぼなわけじゃないですか。楽しませてなんぼ、任意でいいんですよ。任意なんですね。なるほどなるほど。それは双方、まあ双方の合意のもとやったら任意でもいいと思いますけどね、うん、それは。はい、いやもうありがとうございます。ありがとうございます。結婚して3年になります。不満はないのですが、少しマンネリを感じています。愛人とかに憧れます。どうすべきでしょうか。なるほど、中だらみの時期ね。まあ一回きりの人生、爆攻めするっていう考え方もあるのかもしれないけど。爆攻めでね、よくないよね基本的には。いやよくないと思うんですけど、はいはいはい、どうなんですかね本田さん。はい、まあ人生一回なんでね。めちゃめちゃ刺激的な道を選んでほしいですよね。これレッピアのこいつの顔見てください。そうですね、全然ファールちゃうやん言うてますから。でも余裕っていうのも大事なんで、余裕があるから新しいことをチャレンジできるっていう考え方もあるんで、まあそれだけ安定してきてるっていうことを認識してるんであれば、うん、思い切って別にその状況下で次のチャレンジできる準備をしていけばいいんじゃないですかね。つまり浮気ってことやね。次の女を次のチャレンジって言い方してる。チャレンジって言い方してる。物は言いようやね。余裕があるのはいいことや。これを保った上で次のチャレンジ。なるほどなるほど、すごいな。